こんにちは、石川カレンです。はい、本日はですね、1月8日成人式です。イエーイ。ということで、着付けとヘアメイクを済ませてきて、もういつでも出発できる状態なんですけど、今日は成人式に出席するために北海道に帰ってきてまして、これからなっちゃんのご両親が車を出してくださるということで、なっちゃんのご両親の車で会場に向かいたいと思います。振り袖、私 YouTube で乗ってるので見たよっていう方がほとんどだと思うんですけど、こんな感じになりました。今から会場に行くんですけど、ちょっと会場回せないというか、バッグがね、本当にちっちゃいバッグなんですよ。着物用のバッグだから、なんかカメラが持っていけないので、回せる時に携帯で撮ろうと思います。まあ撮れる限りこのカメラで撮って、成人式楽しんで帰ってきてからまたこのカメラで撮ろうと思います。ということで、ちょっと画質が変わったりして見づらいかもしれないんですけど、よかったら最後まで見ていってください。ということで、成人式行ってきます。ホテルに帰ってきました。まだ5時なのにめちゃめちゃ外が暗くて、いい感じのお空で写真が撮れました。私はもうお腹がペコペコなんです。買ったご飯をちょっとつまんでから夜ご飯を食べに行きたいと思います。なので、まず振袖を脱ぎます。もうこの振袖とおさらばですよ。もうそろそろ脱いじゃいます。もうね、帯もちょっと下がってきちゃって結構ゆるゆるなんですけど、もうさようならということで、この後のご飯食べに行く洋服に着替えたいと思います。はい、ということで、振り袖の変装の手続きも終わったので、ご飯を食べに行きたいと思うんですけど、成人式の二次会とか同窓会があるらしいんですけど、なんか私たちはそれを参加せずに二人で初めてのフレンチを食べに行こうということになりました。ちょっとアニバーサリーコースみたいな感じでお祝いのコースにしてもらったので堪能していきたいと思います。じゃあお店に着いたらまた回します。ご飯に向かっております。今からですね、あそこに行きます。この丸いところね、丸いところに行きます。ここに行きます。レモンスカッシュ一つと、はい、ジンジャーエール一つ。はい、かしこまりました。はい、はい、なんか緊張するね。ここなんか3時間だかで一周するところなんですよ。あ、成人おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。なんかドライです。ドライです。はい、液体チーズです。ごめんなさい。液体チーズ。煙が落ち着いてからですね、お召し上がりください。はい、ありがとうございます。いただきます。おいしい、すごい優しい味するよ。液体窒素を思いっきり噛んで歯と歯がキシキシってなった。そういうこと言うお店じゃないんですよ。おしゃれにね、成人らしく。今4品目の洋風茶碗蒸しが来ました。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、粒貝とホッキ貝。動いてるね。
この柱に注目してたら結構動いてる。ベリーケーキだね。ベリーケーキってさ、ベリーってなんかとてものベリーみたいな、これめっちゃケーキだねみたいな。で、どこだろう。はい、夜ご飯食べ終わりました。なっちゃんが拍手してる。ということで、ホテルに戻る前にちょっと私たちピチピチの新成人なのでプリクラを撮りたいと思います。イエーイ。途中での価格を変更できるの？観覧車に乗りに行くんですけど、寒すぎてスタバを購入しました。私はホットのゆずひとらしていて、さっちゃんはの、低脂肪乳変更変換です。めっちゃいい匂い。あの観覧車に乗ります。すごいね、カラフルで。ゆずひとらしていて乾杯。私たちにはこのように見えて、うわ、結構高いよ。高いね。高いね。うわ、結構下が、あー、おっかない、おっかない。あー、怖いな。でも楽しいね。楽しいって思ってなさそうなさ。でも楽しいねとか言って。見えます？テレビ塔が後ろにあるの。今ライトつけてるんですけど、なくすとこんな感じ。あ、心霊じゃん。これは札幌の観覧車の中で起こったとある19歳の女の子の物語である。でもこんなのやったら本当に怖いこと起きるからやめようね。はい、ということでホテルに帰ってきました。ただいま。ということでホテル帰ってきて一段落したので、成人式って一個の区切りだと思ってるので、お母さんに感謝を伝えたいと思います。誕生日が3月なので、20歳の誕生日にね、また改めて感謝を伝えたいなって思うんですけど、とりあえず成人式を迎えたっていう報告をしたいと思います。はいはい。もしもし、お疲れ様。あ、成人式お疲れ。ただいま。楽しかったよ。楽しかった。うん。なっちゃんのパパが、あ、カメラで撮った写真送ってくれたでしょ。あ、そうそう、アルバムにして送ってくれて、いやー綺麗だったね。まあ、だってなっちゃん。二人がね、うん、会場に入ってく後ろ姿の写真が最後だったの。うん。いや、なんかそれみたいなの涙出てさ。いやー、なんで泣いてんの。成人式っていうさ、一つのさ、うん、なんか区切りっていうの、うん、を迎えたわけじゃん。うん、だからありがとうを伝えたくて電話したんだけど、まさか泣かれるとは思わなくて先に。今日つーちゃんとね、うん、ちょっとお買い物に行ったんだけどさ、振り袖着た女の子たくさん見かけたの途中で、うん、綺麗だねって、すごいねってね、でもきっとねこうやって綺麗なの今来てるんだよとかって言いながらさ、うん、見れないんだなと思って。うん、うん、一緒に行けばよかったねってつーちゃんと言ってたんだけど。行
つでも着て帰るわ。そうだけどさ、うん、なんかそれとはまたちょっと違うね、やっぱりね。確かにね。あ、でもいい式でよかったね。なんか幼稚園の時の友達とかもさ、いっぱいいてさ、はい、幼稚園の時こんなイベントでこんなことこんなことしたなとか思い出してるうちにさ、親子遠足とかさ、なんかいろいろ浮かんできてさ、一人で気持ちいっぱいいっぱいになっちゃってあー、いっぱいいろんなことあったなと思って。へー、うん、なんか成人式参加しない気でいたじゃん、ずっと成人式行かなくていいやみたいな言ってたけど、なんかなっちゃんとさ、出席できてよかったなって思ったし、なんか北海道の成人式に帰ってきて出席する意味があったなってちょっと思った。あ、よかったよかった。カレンが最初成人式はいいかなって言ってた時、まあ、別に行かなきゃいけないものではないしさ、みんながみんな行きたいものではないからさ、あ、どうなのかなと思ってたけどね、どうせ後悔するんだったら行って後悔した方がいいよっていうアドバイスたくさんあったじゃないかなと思ったからさ、ああいうの見てカレンがやっぱ行こうかなって言った時ちょっとホッとしたし、行ってよかったね。なんか中学校の友達とか、その転校した時にさ、送り出してくれた子たちがさ、応援してるよとか活動見てるよって言ってくれて、あ、もうダメだなんか嬉しくて、地元の友達に言われる、しかも幼稚園から仲良くてさ、ちょっと中学校まで一緒にいた子たちに言われるのも嬉しくて、ちゃん、のお母さんがさ、お迎え来てたの、で、挨拶しに行きたいって言って、挨拶しに行ったら、ちょっとカレンちゃんって言って、インスタフォローして見てて、フォロワーなんだって言って、写真撮らしてって言ってなんかそう、すごい、なんかもうカレンちゃんのフォロー、一フォロワーだからとか、本当にあの写真集出た時も私の方が先に知って、カレンちゃん写真集出すんだってって、私が伝えたのって言って、そう、すごい嬉しくて。いや、でもよかったね、なんかカレンが思ってる以上にみんなが覚えててくれてね、応援してくれてる人もいるって分かってよかったね。ねえ、なんかもっと頑張ろうって思った。しかもそのお母さんがね、見ててくれてたとかって嬉しいね。本当に。あ、パパがね、今帰ってきてね、カレン成人式おめでとうだって。パパ帰ってきたの？パパパパって言ってるよおめでとう。ありがとう。パパもありがとう。あ、違う。すごい。あの、電話して、開始2分とかで泣いてた。ね、いやー、そりゃそうだよ。大人になりました。え？数年ですけど。数年ですけど。その数年が濃いからね。ありがとうございます、パパも。ご飯食べるわ。ご飯食べてください。はいはい。ということでした。なっちゃんにもよろしくね。はい。はい、だって。なっちゃん、ごめんね。明日の朝までお願いね。はい、わかりました。お願いします。はい、じゃあね。あ、またね。ということでした。最後まで見ていただき、ありがとうございました。どうだバイバーイ。あ、入ってる入ってる。